今回紹介する女優さんはこちら、五条蓮さん。2023年10月に S1 より元現役女子セイグラドル五条蓮にて女優デビュー。大きな瞳とサラサラの綺麗な髪、そして元グラビアアイドルとだけありレッドな J カップをパイ。元現役女子高生グラビアアイドルとして活躍をしていた五条さん、グラビアアイドルからのまさん華麗なる転身、グラビアのその先へ天然 J カップをついに解禁。旧芸名はゆうきちかで活動しており、2014年3月に角川より初写真集を発売。その他ヤングジャンプや週刊プレイボーイなどでもグラビアを披露するなど第一線で活躍しておりました。2022年12月29日に行われた彼女自身のラスト撮影会をもってグラビアアイドルとしての活動を終了。そして今回 AV 界へ。ありがとうございます。これからの活躍は大丈夫、僕最強だから。なので間違いないでしょう。2023年10月デビューの元グラビアアイドルで最強の新人女優五条蓮さんの作品を見てみませんか？それではまた次回の動画で。